さん、おはようございます。私は今東京は墨田区錦糸町に来ております。7月20日ですけれども、本当にね、もう自分でもね、自分自身バカだなって思います。誰が中4日で東京と北海道を往復するやつがいるんだっていう。シャープ7でも話しましたね、あの東京に行ったと。あれから1週間も経ってません。今日はね、東新アリーナで、F リーグの試合、それから女子 F リーグの試合があるということで、ビルネーベがね、ちょうど今日ここで試合なので見ていきます。はい、ということで、北海道民の自分には耐え難いほどのうだるような暑さの中、東新アリーナに到着をいたしました。試合の様子はですね、こちらの写真にて、出演をさせていただきます。というわけで、結果の方が残念ながらイルネーベ敗戦となってしまいました。残念。はい、というわけで新千歳に戻ってまいりました。現在時刻がですね、2258でございます。まあ今から帰ったらね、次の日になってるわけですが、なんとですね、次は釧路に向かいます。はい、で一旦家に帰って、そこから釧路に向かいます。なのでこのね、用意ドンで釧路に行きますから、行きますよ。はい、用意ドンというわけで、釧路に到着いたしました。いやー、長い旅路でしたね。6時半に出発して今10時47分です。ノンストップで走り続けました。今日はトップチームね、試合ということで、まあ3連勝目指す戦いになりますけど、どうなるかお楽しみに。チームの試合も見終わりました。いやー、なかなかにね、本当にギリギリの戦いでしたけれどもね。はい、まあ、詳しいことはね、シャープ8の方で喋っていますので、皆さんぜひそちらもご覧ください。お家に帰ります。というわけで
ユルネーベトップ2日連チャンの旅でした。ありがとうございました。